ワールドリングゲートへと収まります。ゲートイン完了。スタートしました。ばらつきました。コースタートは外から10番のギシギシ、並んでいくのは9番カプリフレイバー、内から2番龍の雪が現在3番手、その外からは5番のシャマル、あとは内を通って1番サクセスエナジー、並んでいくのは4番ピンシャンです。間が空きました。13番のワールドリング、その後ろから6番のルーチェドーロは中段、並んでいく12番のハートプレイス、あとは離れて3番バルラーム、外側並んでいく7番広重ゴールド、遅れまして後方11番光要素、最後方8番永田ブラックです。前は3、4コーナー中間、9番のカプリフレイバーが先頭、並んでいくのは当番ギシギシ、外からは5番のシャマルが3番手、内目を狙っては2番龍の雪菜、4コーナーカーブから直線に向きます。前はカプリフレイバー、並んでいるギシギシ、間を狙おうという人龍の雪菜、外から5番のシャマル、シャマルが伸びてくる、その後ろから4番ピンシャン、内からは6番のルーチェドーロ、内から2番龍の雪菜、外からは5番のシャマル、間当番のギシギシ粘っている、外から5番のシャマル、ギシギシ、龍の雪菜3頭に絞られた、内から龍の雪菜、外から5番のシャマル、わずかに龍の雪菜かシャマルか、並んでゴールイン。最後3頭広がって中で2頭、5番のシャマル、2番龍の雪菜、2番龍の雪菜、5番シャマル、2頭接戦、これは分かりません。当番のギシギシもよく粘りました。しかしこれは3番手入線。あとは離れています。6番のルーチェドーロは離れた4番手。それから1番サクセスエナジーなどが続いて。